この番組はスーパードクターに扮した折茂社長がレバンガ北海道を B リーグ屈指の人気強豪クラブにするために選手スタッフを診察、視聴者の皆さんと一緒にレバンガの健やかなる成長を願う番組です。題してドクター折茂のレバンガホスピタル。前回までのおさらい。放送200回を迎えたレバホス、さらに愛される診療所を目指し、コンプライアンス委員長の桜井 GM を迎えてレバホス向上委員会を開催。これまでを振り返りつつ、今夜は新企画が誕生。僕が出てない回なんかを見ると、うん、なんかこうちょっとたまに高圧的な態度でもうなんかこういう感じでもう臨んでるじゃないですか、最初から、うん、まあまあ、お前なんとかだよねみたいなこういうあれはあんまよろしくないんじゃないかなって。なるほど、ね、いつも、うん、あ、うん、それ誰の時に特に感じましたか。ちゃんとは見てないんですけど、なんかこう森実の時なんかもう、ね、もう俺の全部後輩、地元の後輩でもあるしみたいな、でもこんな感じで喋って、あ、割と最近の回ですね。そうですね、はあ、まあ、星野の回もね、見てはないですけど、テロップでなんか桜井のなんとか、もうそれダメだよみたいなあ、もうあいつだって地元こ地元の地元も地元も地元ですね。そうそうそう、うん、そのあたりはちょっとコンプラ的に、そうですね、パッとこう静止画で見ただけでもなんかもうこんな感じになってるんであれちょっとイメージ良くないんじゃないかな。なるほどね、そうなんだ、そういうところで、うん、あの好感度が下がってると。そうです、そうです、あ、そういうことね、うん、だからやかましいわ、やかましいわ、客観的に見て、そうです、はい。桜井 GM が出た放送回というよりも、それ以外の放送回がそもそも問題じゃないかという、はい、そうですね、うん、僕はもう言い返せるんで、なるほど、そこはもうフェアな関係でいけるんですけど、うん、やっぱ言えない後輩たちはそれに対してあっなるじゃないですか。その構造をやっぱ他に見せるというのは良くないと思いますね、はあ、いや逆にみんな亮太みたく来られても困るんだよ、うん、逆にね、まあそうですけど、亮太、うん、とあの公平ぐらいで十分なわけ。松も最近ね、あいつも来るね、うんうん、松も来るね、あいつも、うん、今シーズン新しくいろんな選手来ましたけれども、はい、そういう意味でこう対等にドクターと渡り合えそうな選手っていますか。あ、星野いけますね、あれは。そうですか、あ、全然いけるね、うん、話せるし、あいつは多分普通に話した時は、うん、うっすって言いますけど、もうちょっと仲良くなったらもうへーみたいな、ね、そういうタイプ、そういうタイプ、そういうタイプです。へー、あ、でもじゃあ森実と一緒だね。森実はもう人を小バカにするようなタイプ。森実はねちょっと斜めこういう角度で人のこと見てますね。 あいつはそうなんだよね。そうなんですか、うん、やっぱりあの今後もファンブースターの皆さんに愛され続けるためにですね、はい、どんな番組にするべきか、こんな企画やったらいいとか、桜井 GM 的に何か思うことはありますか。ね、折茂さんがこうやってきて200回、はい、ちょっと心機一転こう体張ったこととかやってほしいですいやいや、うん、でもこの前 の、 あの北海道マラソン出たじゃないですか、はいはい、あれも良かったと思うんですよ。いやいや、もう十分体張ってるから、うん、そう、なんかこう座って喋って、口ばっかでこうやっていくんじゃなくて、いやいや、もっとこう体を張って、テレビ塔から飛んだし、そう、飛んで、そう、ああいうの、ああいうのいいんじゃないですか。あ、バンジー飛ばしてみたり、バンジーやってましたね。やって、でもあれ第1号だからな、うん、バンジー飛んだの。確かに覚えてますよ。もう本当に大変、体は張ってるよ、うん、十分、うんうん、まあ、それとね、北海道マラソン走ったって言いましたけど、厳密に言うと走り切ってなかったですけどね。そうそう、走ってないんですよ。何何走ってない、そこを突っついちゃうわけ、うん、はい、だって走ってないもん。桜井ジム応援に来てたじゃないですか。いや、俺なんか行けそうな気すんだよなって最初ずっと言ってたじゃないですか、うん、いや行けそう、どん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 近くなるにつれても言い訳ばっかりだったいや全然走る時間ねえわとか、そんなんばっかでしたよね、うん、まあそうだね。で終わった後なんか一丁前に悔しがってたじゃないですか、うん、恥ずかしいみたいな。だから来年走るよ。お、うん、そう、絶対走るよ。だってもう終われないよね。真顔であのちょっと増田明美さんに怒られたから朝ね、なんて怒られたんですか。練習はしてないんですけども、気合と根性で走りたいと思います。あれですよ、練習してなかったらね、気合も根性もないですよ、はい、あ、本当ですか。大丈夫です、あのいつもあのマラソンの時には増田明美さんの解説聞いてるんで大丈夫でしょう。え、なんでそんな私の解説聞いても走れないよイメージだけはできてます、大丈夫です、はい、見ててください。地獄を見てくださいね今日は、はいはい、まあ、気合と根性じゃ無理だなって思ったけど、うん、コンサドーレの河合さんは、まあ、リュウジはね、完走しましたね。あいつはね、
いや完走したことはまあまあすごいけど、あやってたからあれ練習してた、うんうん、いや違う、いやいや全員そうなんですよ、うん、出場してるメンバーで練習してないのはあなただけです、うん、そう思った、もう最後はそう思った、うん、なんかもう最後走れてなくて、うん、でもそれでも頑張って走ろうとしてたんだけど、もう自分より年配の人たちにどん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 抜かれていく、そして最後はサンダルの人に抜かれた。これは元アスリートとしての最高の屈辱的なものだった、うんねうん、だからこそ来年は絶対に完走します。来年も完走しないっていうあれはないですよ、もうそこまで言っちゃったら、うん、本当に北海道ミルク工房カフェゼビオドーム札幌月寒店が去年オープンしました。大好評のジェラートは12種類、おすすめは色鮮やかでさっぱりとしたブルーベリーヨーグルト、他にも定番のブレンダーアイスやミルクくず餅が入ったモチルなど話題の商品を多数品揃えしております。お店はゼビオドーム札幌月寒店内にございます。ぜひレバンガブースターの皆様ご賞味ください。そもそもマラソン得意じゃないですか。いやめちゃくちゃ得意、めちゃくちゃ、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、だからこそおごりがあった、自分はいけるんじゃねえかって思いすぎていたらもう2キロでいけないと思った早っ。もうあ俺も3だって頑張ってってみんなこうやってやってくれるから、それで25キロ行ってたけど、多分自分だったらもう本当に5キロぐらいで終わってた。それだけねファンの皆さんの声援はすごいっていうことですよ。そう、それあの力はすごいなと思ったし、あこれだなと思った。チャンネル登録はこちら。